久保さんいやーまあそれが事実だから仕方ないですよねまあ仕方ないことを言ったら仕方なくなっちゃうんですけどねうんだけどやっぱ深く後悔するってことじゃないですか、まあ、今回僕はあの覆面 YouTube アカデミーっていうね、えー、YouTube の <laughs> 塾をねこうセールスしていく中で まあ、おわせいただいた中で僕と知り合っても七7年8年の人いた,いたんですよでその方がまああの今までやってこなかったことをまあ深く後悔してね刻んででやろうと思いますみたいなメッセージが来ててまあかぶせて言いましたけどねまあ確かに時間はないでしょうでも「百歩譲って、まあ」その方も言ってましたけど僕と出会って78年 あるわけですよ78年あってね時間がないっていうのはさすがにさすがにそれはさすがにそれは <laughs> じゃあ78年30分毎日やってたらねまあまあな時間になるしね、うん、じゃあ10分でもいいですよって話で10分8年やったらどうですかっていう話でうんだからまあ本当深く後悔し深く後悔するっていうことは 僕はすごく大切なことだと思いますし後悔しない人生っていうのは、うん、後悔する人生を、うん、生きて後悔する人生を、うん、生きた人、まあ、後悔して、まあ、それを改善することをこうやってった人が後悔がないって言えるんじゃないかなと後悔はすると思いますよあの時ああいうふうにやったればとかたらればってあると思うんですよだって久保さんも もっと早くマージャン店やる前の20歳ぐらいにねネットビジネスを知ってたらって思うこともあったりするかもしれないしでもそれは思ってもしょうがないですよでも思うことは仕方ないしじゃあ思うんだったら今やるしかないしって話でうんまあ僕もね思いますよもうちょっと早くやめてたらもうちょっと自由になれたも,もっと早く自由になれたんじゃないかなっていうのは思いますよ 少なくてもまあ独立したのがまあ30ぐらいです334 33かですけど20代の時ね独立してたらもっと自由だったんじゃないかなと <laughs> もっと時間あったんじゃないかなとは思いますけどもうそれ思っても帰ってこないしでも思うからこそやればいいんですよ思うからこそみんな思っても思ったままにするから思いは叶わないっていう話ですよね思うんだったら その思いの通りにアクションするべきだしで思いの通りにアクションすれば思い通りになるってことです。いってらっしゃい。